はい、どうも、Kチャンネルです。今こけそうになってますけども、パンプトラックって言ってですね、ぐるぐる周回するんですけど、こういうふうに起伏があって、車体を上下させながら、こがずにずっとぐるぐるぐる回れるっていうコースをやろうとしてますが、まだ下手くそなんで全然できてません。でもこけそうになって途中で諦めて、初心者の一番優しいコースに今向かおうとしているところですね。はい、ここからが一番優しい初心者コースの下り、下りがメインなんですけどね、になってます。今日そうですね、20周ぐらいしたんじゃないですかね。もうかなり疲れましたけど、2時間フルに走り込みました。特にこの初心者のコースをっていうことでここ一番走ったんですけど、他のやっぱ土曜っていうこともあって、お子さん連れのお父さんお母さんが来られてたんで、その方たちが初心者コースを走るときは中級のコースを走ってましたね。で、まあかなりの悪路なんで、これ普通なんでしょうけど、石にタイヤを取られたりとか、土で滑ったりとかですね、結構木の根っこが出てたりとか、結構走りにくかったですね。でこれ今もう下りきって登っていってるところですね。でこの登りも2種類あって、今登ってるところは優しいところなんですけど、もう一個のところは勾配がきつくて、リアタイヤが空転するっていうか、全てですね、力の加え具合もちょっと考えないとこけそうになります。で20周もしてるとかなり足にきて、足がつりそうになりましたけども、とにかく初めてやってとても楽しくてですね、もう一回もう一回っていう風に、いわゆる子供に戻ってような感じで、2時間楽しく走ることができました。なんとかね、こけることはなかったんですけども、こけそうになったことは何遍もありましたんで、今後いろいろ攻めていくとやっぱこけたりするんじゃないかとは思ってます。でやっぱり石が飛んだりするんで、やっぱ自転車に当たって塗装が剥げたりしてましたけど、それはそれでね、またボロボロになったら新しいやつ買えばいいんでね、マウンテンバイク本来こういう風に走るために作られたものなんで、今後もこのコースに通ってちょっと腕をスキルを上げたいと思っています。マウンテンバイクで日頃走ることはないんですけども、ロードバイクの運転にも活かせるような、体の使い方とか、重心とかですね、で、荷重のかけ方とかいろいろ使える技術はあるんじゃないかと思いますので、継続してやっていきたいと思います。それでは今日のお話は以上になります。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。